皆さんこんにちは。楽天競馬をパワーアップ、楽天競馬ポイントもらっちゃおう娘、ポームスの津田まりなと、スペシャルアドバイザーの古谷武彦です。よろしくお願いします。いつもだったらね、西日本ダービーですよ、はい、予想のいつもの動画撮るでしょ撮りますよね。撮んないんだって。あ、そう、はい、それはやっぱり厳しい世の中だからですかねとはいえ楽天競馬協賛レースですから、はい、この第3回西日本ダービーを、ね、今私たち笠松競馬にいるんですけど、そうですよ、西日本ダービーもこの笠松からも馬が出ますから。そう、出ますから、で今笠松にいるんですけれども、ここから西日本ダービーの予想をちょっとだけやろうじゃないかと。はい、いいですか。急遽決まりまして、はい、突然やりだしました。はい、12頭が出走するこのレースなんですけど、古谷さん今年のこのメンバーどうですか。ひほこダービー馬のコーナスフロリダが出走してきたということで、はい、厚みを増した感じはあるんですけども、残念なのはね、東海ダービー勢がちょっと出走してこなかったと。そうですね、いうところで、東海地区ではウォーターループが最有力にはなると思うんですが、ただ東海ダービーが3着で、だいぶ前のビップレイジングとサムライドライブからは離されているという力関係を考えても、そうなんですよね、ちょっと東海勢は分が悪いかなという感じはしますけれども、あとは地元金沢からは、前回トライアルを勝っているエムザックヒーロー、はい、そして先行力のあるシオジスター、これが2着だったんですよね。そしてロンプフェイスには的場さんが乗るっていうのもね、ということになりましたので、ただ金沢勢で有力視された2頭がいずれも外枠になってしまって。そうなんですよ、金沢競馬といえばやっぱりこう内ラチ沿い1頭分先行馬が圧倒的有利な中、この外枠8枠2頭っていうのは。そうですね、吉原騎手はこういう時は大体腹くくって後ろから行って、どこかでまくって先頭に立つシーンを考えるという乗り方になると思うんですけども、的場騎手はあまり今の金沢の馬場状態っていうのは把握しきれてない部分もあるでしょうから、ちょっとレースぶりは、予想できない感じはありますよね。じゃあ古谷さんの本命から聞いていきましょう。はい、聞くまでもなくでしょうが、はい、3番のコーナスフロリダが本命です。やっぱそうですか。はい、兵庫ダービーは、兵庫ダービーは、兵庫ダービーでも本当岡部騎手の騎乗ぶりがもうすごかったですよね。そうですね、もともとデビューの時から評判にもなっていたし、はい、ただその前の菊水賞でまさかのね、大敗を喫して、着順は4着ですけれども、もうアゼツライトからだいぶ離されて心配されたんですが、ロングスパートを効かせて見事な勝利で、その後サマーチャレンジでも栗の響きを破ったと、はい、でも前回のオータムトロフィーではその栗の響きに雪辱を果たされてしまうんですよね。ただ今栗の響きは非常に力をつけていて、この笠松で、先日行われた岐阜金賞というレースで、はい、その東海の誇る3歳馬のサムライドライブをゴール前で捉えて勝利を収めたということですから、栗の響きの今のこう成長ぶりを加味すると、前回の敗戦というのは致し方なかったかなというところはあります。でその栗の響きもいない、はい、サムライドライブもいな い, いないその状況の中で、やはり実績最上位というコーナスフロリダが、やはり中心になるメンバーかなと思うんですよね。うちの方の枠にも入りましたしね、はい、道中は絶対インを取らなければいけないコースなんですけど、はい、直線はどこ出してもいいので。そうですね、だからもう3番枠だったらもう一番そのロスのない競馬ができますんで、参考のあたりまでインで辛抱して、そこから外に出して上がっていくというスタイルだったら十分に差し切れると思ってるんですけどね。本当にもう内ラチ沿いを先頭取れなくても、その後ろ、はい、その後ろでもいいから、とにかく内ラチ沿い走ってた馬が有利っていうイメージで、はい、1頭でも外にいるとあんまり伸びないのかなっていうふうにいつも思うんですけど、なんかもう2馬服3馬服あたりからかなりモコモコするという言い方、ジョッキーするんですけど、はい、
やっぱり深くて、うん、その分スタミナを消費するのでもう参考のあたりでそのズルズルと下がってしまうと、はい、だから道中インコースを取っていればまあその割となんていうんですかね、足抜きも良くて、うん、スタミナの消費も少なく、まあ残り600あたりからだったらもう勝負かけていいと思うんですけど、はい、まあ、そのあたりから外出して、上がっていくと、まあ、3番枠なら岡部騎手 もうそういうイメージでレースも乗るでしょうからね、うん、まあ、結局その白山大賞典ご覧になった方って多いと思うんですけど、三つ葉がしんがり負け気しましたよ ね、 そうですね、だからあれは結局道中ずっと外回らされるっていう競馬が、はい、いくら強い中央馬でもそういうことになると、あの吉尾もそうだったじゃないですか、はい、あの2番手3番手あたりにいたんですけど、うん、1頭外走ってた分のロスだったのかなっていうのも、それでどう考えても力量が足りない地元の馬がインぴったりを回ってたらいい競馬してたじゃないですか、してましたね、もう本当に金沢ってそういう、はい、もうこのコースを知り尽くしてる人間がいかに有利かっていうコースなので、うん、そういう意味では私、はい、地元の M ザックヒーロー吉原弘人騎手に期待してます。外枠でも古谷さんが言ったようにある程度腹をくくって、はい、中段後方ぐらいから進めていいところで上がってロスなく運んでくれると思うので、まあ、それかもう思い切ってずっと最高峰で、はい、うん、さっき言ったような3コーナーから上がっていくというスタイルですよね、そうですね、はい、あの吉原騎手で自分でも言ってますけど、うん、みんながイン有利イン有利っていうとなんか違う競馬で結果を出したいってね、変な意地はある人ですからあのだからどちらかというともうこの枠順とこのメンバーだったら腹くくって後方から足を貯めるっていうスタイルになるような気がするんですよね、はい、さあまだまだお話聞きたいんですけど、この後私、はい、笠松でちょっとイベントの出番があるので、はい、頑張ってください、はい、当日はですね、西日本ダービー当日は私と、うん、そして相方森永真彩も、はい、金沢競馬行って一緒に盛り上げますし、来場記念のレース名もついてますね。そうなんですよ、森永真彩の名前がついたレースと津田まりなの名前がついたレースがあって、でしっかり津田まりな賞の方がクラスが上だと真彩が、C1 の3組だ、しかし C1 の2組だっていうね、はい、まあ、そこはあんまり関係ないんですけどねぜひ皆さん金沢競馬場お越しいただいて、来れないという方は楽天競馬で馬券を買っていただけたらと思います、はい、どうしよう、楽天競馬で、なんだっけ、楽天競馬西日本ダービーの馬券を買って、え、違うよ違うでしょ、楽天競馬パワーアップ、あ、西日本ダービーの馬券を買ってポイントゲット、ありがとうございました台本ないと分かんないですねありがとうございました